おはようございますクラシックギタリストの高橋義太です、えー、今日から何回かに分けてですね、えー、まあ、お金の歴史あるいは、えー、今のお金の仕組みということについてちょっと一緒に勉強していけたらなというふうに思います、えー、参考文献としては、えー、こちらの、えー、これがロスチャイルドが知って隠したマネーシステムの全貌だという、えー、安倍義弘さんの、えー、本をベースに 私なりに勉強したものをこうまとめさせていただきますすごくね、まあ、お金というのはどうしても切っても切り離せないものになっておりますけれども、まあ、そのお金とは何ぞやというふうにしていくと、まあ、うまくね少しでもですけれどもあのお金と付き合っていけるんじゃないかなというふうに思います、はい、ではですねお金の歴史というのはどういうものかというのをちょっと調べてみたいと思うんですけれども もともと最初は原始時代とかはお金っていうものはなかったですねはい、えー、自給自足ですもう、えー、その日の仕事というのは食べ物を獲得することあるいは食べ物を育てることね、えー、これがもうすべての仕事でした、えー、しかしね、えーまあ、食べ物というか獲物ですねそれがいつ取れるかわからないし 安定して取れるかもわからないということで非常に非効率的です。しかもですね地域によっては、えー、取れるものがあのー、限られていますね。海では魚が取れるね、えー。畑では農作物が取れるということで、えー、取れるものに偏りが出ます。ということで、えー、後にね物々交換というのができて。えー まあ、畑のものと魚を交換するなどというふうな文化ができて、まあ、あの言ったんですけれども、まあ、これもねあの自給自足量はましですけれども、えー、保存が効かないと生物ですから保存が効かないと、ね、あとはその、まあ、お互いの,その欲しいもの同士の交換だったらいいんですけれども要求が満たされない場合もあるのでこれもま,ああのまだ改善の余地があると。 いうことうまああの最初の頃は貝殻とか石とかあのそういうもの、えー、だったようですけれどもそういう交換の媒介物、まあ、今のお金のをイメージしていただくといいんですけれども、まあ、そういう媒介物を通じてそれを、まあ、価値のあるものとして、えー、それでね、えー、交換していくと。 いうふうにすると、まあ、保存も効くということで、えー、これによってまあ何ができるようになったかというと、まあ、人が、ね、こう好きなことだとか得意なことに専念してこう生きていけるようになったと、ね、だからまあ私のギタリストの仕事なんかはそうですよね、えー、普通に原始時代で言ったら考えられないことです食べ物を育てないで、えーね、食べ物にありつくなんてとてもじゃないけど考えられない でも音楽を奏でることによってお金というものを得てそのお金で食べ物を買うということができたので、まあ、人は好きなこととか得意なことに専念してこう生きていけるようになったということで、まあえー、その、ね、価値があの人々の才能が、ね、一気にこう開花していって、えーまあ、国が栄えていったということになります。はい、そののの交換の媒介物で最初の こは石とか貝殻ということですけれども、まあ、品質が劣化するとか安定しないということがありますからそれで、えーまあ、金というものがその交換の媒介物として最終的には落ち着いたということになります、ね、金は品質が劣化しませんので、まあ、価値の、ねえー、貯蔵価値をずっと取っておくことができるよという機能が加わりましたで、まあ、この金というのは、ね、純度があります、ねえー、ズルをすることも ね、人によってはできますからその金の純度を保つために、えー、それを取り仕切る権利がです、ねえー、王様とか貴族が担うようになって、えー、それによって、えー、王様とか貴族が人々を支配するようになったということです、はい、ただ実際のところは、えー、その金お金をです、ね、王様が実際に管理しているということではなくて まあ、あの実際の管理は金在庫師、ねえー、その金で、まあ、お,お金のコインですねそれを作る職人ですねさんに金貨の保存を任せていたわけです、はい、それでこう、えー、その金在庫師があのあ後にねこう預かり証というのを発行するようになりました、はい、それでちょっとこちらの図を見ていただきたいんですけれどもえっ、ー、と 図1の方をまず見てください、はいえー、と A さんという人、ね、A さんという人が、あのーまあ、金在庫士に、あのー、まずお金をこう預けるんですねお金を預けてました、ね、その時に、えー、お金を預かってますよということで預かり証という紙をね、えー、も,らもらいます A さんは B さんから何かを買いたいという時にですねその預かり証というのを1回金在庫紙に届けますそれでその預かり証という紙を出してそれであの金を引き出します金在庫紙から金を引き出しますそれでそのね実際に戻ってきた金で B さんから買い物をしますで A さんから金をもらった B さんというのはもう1回、えー、もう1回じゃないですね B さんは金在屈のところに金を持っていきますそしてはい、預かりましたよということで金在屈から預かり証という紙をもらって、まあ、あのこの取引が完了するということになりますでもあのよくよく思うとその重たい金はですね、えー まあ倉庫にしまっていた金在屈指のところから A さんに行って A さんから B さんのところに行って B さんからまた金在屈指のところに行って結局は金在屈指さんのところに戻ってきているわけです。ということは、まあ、あるとき気づいたんですね、あのみ,なみんながこの預かり証だけのやり取りにすればいいんじゃないかということで図2のような取引になりました。はいえー、A さん はその金を預けていますから預かり証というのを持っています、はい、でその預かり証の権利というかその紙ごとですね B さんに渡しますはいで B さんはその預かり証というのを持っていますそれでいつでもあの金そのもの金貨が欲しくなったらその預かり証を金在屈指のところに持っていけばいいと,い,い,ということになってただ紙だけのやり取り預かり証という紙だけのやり取りということになって えー、まあ金貨は金在屈指のところから全く動かないとね、まあ、だから後にこの預かり証だけのやり取りというのが主流になってきますでこれが今の、えー、日本銀行券のようなね、えー、お金の始まりです、まあ、紙幣のようなものですね、まあ、始まりというふうになりましたはいちょっと文章の方に、えー、戻りますけれどもそれでまあ金がずっと眠っていて預かり証だけのビジネスと いうことになりましたので、まあ、ある時まあ気づいたんですね、あのー、この紙だけでビジネスができないかというのを、あのー、金在まあ要するに銀行家の始まりですけれどもあ、まあ、銀行屋さんたちは思ったわけです。紙だけを、ね、貸し付けて、権利証だけを貸し付けて、でえー、それで利子を取るというビジネスを、まああのー、したわけですこれが、まあ、今のの銀行の始まりです。 今でもここうういうことをやってますよね、はい、であのただねここでちゅあの注意してほしいのはその貸付の元の金貨というのは顧客の金ですよね銀行家のものではないわけですでこれが我々の一般の感覚からするとずれている我々が物を貸す時は私たちが持っている物を貸すわけです私たちの物のを貸すわけですでも銀行家は銀行家の物のを貸すわけでもありません お客様のものを元手に、えー、貸しているというところがあの今の銀行もちょっとずれているところずれているというかあの、まあ、一般的な我々の感覚からするとずれているというところになりますであの普段はその金を金貨をその金在屈し銀行のところから引き出すということはほとんどなくなったんですけれどもまああの 世の中の状況が不安定であるとか不景気だったりすると手元に金を置きたいという人が増えるんですね。それれであの預かり証をを出出して金を引き出してて金引きくれという注文が殺到します、はい、そうすると、まあ、あのその紙幣預かり証というのをこの貸付ビジネスで乱発していましたからあのその預かり証の分だけの金,が金貨がないんですね。ない。だから困る。 ね、でそういう時はどうしているかというと銀行家、複数の銀行家で裏で取引をして、まあ、あの緊急時にはその困った銀行家のところに金を、ね、寄せ集めて、でその場しのぎでなんとかしのぐという、えーまあ、対策が取られるようになりました、ね、ただ、それでもあのうまくいかない時は、その銀行は破産ということになります。 これが実際に1929年の世界恐慌で起きたことです。ね、返すお金がないから破産したと、ね、いうことです。だからその今我々も銀行にお金を預けていますけども、まああのー、何千万という額を預けてるわけじゃないよという人によっては全く関係のない話ですけど、まあ、何千万以上と、ね、かなりの額を預けてる方からすると 何か銀行が倒産したときなどにはお金が戻ってない来ない可能性があるという、ね、危険性があるということをまあお知り置きいただければなというふうに思います、ねえー、今回は、ね、お金の歴史、ねえー、金というものから預かり証、まあ、今の紙幣でやり取りするようになったんですよという流れを説明させていただきました。はい、それではさようなら